雑談です。七夕です。は、ラセンということで始まりました。ハラセンラジオ。陣内とものにおい方、原田専門家でございます。この番組は日々、私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかお話ししております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、パンドロボー。 えー、阿佐ヶ谷の七夕祭りっていうのがあの商店街にねこういうハリボテをいっぱい飾ってるお祭りがもう何年かやってるんですよねでまああの昨日帰りがけに取ってこようかなと思って9時前の時間だったんですけどすごい人でしたよ本当に。 でまあ,あの阿佐ヶ谷駅の方からではなくて南阿佐ヶ谷の方から阿佐ヶ谷駅の方に向かって、えー、いろいろ撮っておりましたがいろんな張りぼてがあったんでこれ撮りながら喋ってたんですけどマイクの調子が悪くて一言も入ってなかったんですよねあこれ鳥山明さんですわ富山明さんトリビュートの張りぼてが多かったあられちゃんもねそのうち出てきますけども いろいろありました。これがね、なんだろうなと思って、レモンなのかなで、ちいかわね。やっぱちいかわはね、これも結局ちいかわでしょうん。で、これがなんだか、なんかオリンピックのキャラクターじゃなかったかなこれドラゴンでしょで、これ、これ何ひよこスズメ雪だるまね、銀賞、区長賞だそうです、あれが。 で,で、これがさっきのドラゴンね、うん。で、これ、この赤いの、これなんだこれ。あ、これプーさんだな。あの赤いのなんだ。これはもうまたあれチーカーしよう。あれ、あれ、これ、これよくわからない。<laughs> これよくわからない <laughs>。これよくわからない方がやっぱ俺は好きだな。意味がわからない。理解できないもん。これポケモンかなんかでしょ。ね。あ、やっぱりあのね、理解できない。これ で、またチーカーを追って、これフランスのパリオリンピックのキャラクターね、名前なんつったか忘れたけど。で、これ、これだよ。これ意味がわからないよね。なんだろ、う猫がいっぱいくっついてるんだよ。あれだ、バボちゃん。この、今、バボちゃん、しかもネット付きで作る <laughs> どういう <laughs>、どういう、 受講であれを使ったんだろうこれなんか野球のヘルメット LA ロサンゼルスなんとか分かんないんだよね野球もでちょっと進んでこれなんだこれよく分からないなよくからないなんでほわほわのやつほわほわこれ何エビ天と何？これこれ立派だなと思ってねで後からあのかき氷や最後の方寄るんですけど ガオランって CS のキャラクターだそうですわ。で、これ、マイメロちゃんね。マイメロちゃん。で、これ、なんだこれ。だるまだな。赤だるま。C って書いてあるね。B って書いてる。青だるま。青いだるま。で、A って書いてる黄色だもこれ、信号みたいにさ、色順番。これ、なんか絵本のやつでしょ。並べる。これも絵本のやつじゃないの ねええ名前忘れちゃったけど、これが何だっけよくわからないね。これはプーフさんな。ジブリの猫じゃない黒いの。これなんだこれ波助何んで、この、これはなんか広告っぽいんだけど、何だろうね。あの箱のやつはね、入り口の方にもあった。ほんで、ガッちゃんね。ガッちゃんで、パンダのぼんぼり。 で、これが、これが不思議だったな。エビだよ、エビ。<laughs> なんて<で笑>、エビを作ろうって思うかなっていうところに興味が湧くよね、大体。こう、キティちゃんとかね、なんか作りやすそうで、人気もありそうだから、作る気分かる。これ、あの、マイクラね。マイクラなんか、あの <laughs>、段ボールだけだろ、あれ。で、こう、金色の、これなんだね。 で、このね、あのクマは関係ないんだよね。おそらく。あ、あれか、あの、なんだっけ、忘れちゃったゲームだ、ゲーム、アプリ。で、あの、あれもよくわからない、ピンクのやつの。俺はよく知らないやつ。で、あとルコアイスね。子供に対して、ほら、アイス、コーンだけ渡してっていうの、行列できました。で、これが、くれないの豚と、なんかだって、 くるくるえないの豚ね。ど、なんとかしようって書いてるね。で、こっち、あ、なんだろう、うこ,こ,これ、毎日お母さんじゃないかな。で、これ、よくわからないね。このね、後ろのやつ、今、ぐるっと回っちゃった。振り向いて、これ、これ。なんだろう、よくできてるよね、しかし。ね太陽。これはなんだ何の太陽だろうこれがね、イカ。<laughs> イカ。こんなグロいイカ作る。<laughs> これ、たい焼き屋さんね。あの、たい焼き。でわかりやすいじゃん。ね。で、これが、このピンクのなんだっけなあ。あ、カービィか。カービィ、カービーで、上がられちゃうね。これ、立派だった。首のね、あのー、付け根というか <laughs>、あの辺が危うかったね。えー、今日あたり、あのー、もっとずれてんじゃん。これ、コーヒーね。 上島コーヒーのコーヒー、あの、銅のコップの。これまたマイクラね。で、これ、招き猫がいっぱい、え、これは立派だな。いっぱいあって、で、これがなんだって、だから忘れちゃったな。なんかお酒の瓶持ってるうん。これは、あ、これ、あの、ナミスケ、ナミスケ。杉並区のキャラクター、ナミスケ。だからペンギンだな。 ペンギン村から、おはこんばんちは、右向いて。んで、ニコニコ動画ね。復活って書いてたのかななんかね。ニコ動のあれね。で、これが、<laughs> テラさん。テラ、この <laughs>、なんでテラさん選ぶ <laughs> しかも、カレー屋がやってんのよ。不思議だな。なんでテラさんなんだろう。不思議だよね。なんでこの、今テラさん、フューチャーする <laughs> かしこれなんだっけなちっちゃいの子なんかなんかかなあ阿佐ヶ谷姉妹ねこういうの分かりやすいでアーニャとで奥に進撃の巨人がおるしよ腹心腹心も狂ってんの。これ宝くじのクジラじゃねえので波助ねアレンジした波助 <laughs> 羽生えてんの フジラだろナミスケ。ここは阿佐ヶ谷ロフトのとこな。これ、あの、セブンのキリン。で、これ、振り返って、これ、ジャズの、なんかな、阿佐ヶ谷もジャズやってるし。ほんで、サッカー選手よくわからない。で、チーカはね、またチーカは。で、ドラえもん。ドラえもん、星のコーヒー。これ、チップディール。チップディール。で、これ何黄色いのはよくわからない。こけし。 これなんだこげしかんで、これ、ぷくぷく。スーパーマリオの。トゥルルトゥルルトゥクトゥ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 ントゥントゥの時飛んでくるやつ。で、これなんだっけこれ、なんか駒に乗って、なんだろうな。これまた四角いから広告なのかなあの QR、あとでやってみよう。これで、これね、これまた鳥山明さん。キンに乗った、 鳥山明さんで、あの、え、なんだっけでもここ駅ね。うん、もうあっちゅう間、ま、でもね、歩いてたね、1時間ぐらい、これ、バイポイントを取って、で、えー、袋、往路と袋、箱根駅伝、ね、のようにね。<laughs> というか、あの、反対側に自転車止めてるんで、これ自転車取るに帰るわけですよ。でも帰りは振り向きません。ずーっとこっちから行って。 でね、今まで見てたやつを、まああのー、また見直してえコナンとかってこれギャートルスねんであここでね止まってるでしょイカ焼きがいい匂いがしたんだよだイカ焼き食べたいなっ,っててでも結局あ思い出してここここの上のバーがね1000円1時間1000円飲み放題テラ、ね、さんね で、えーまあ、戻ってきて、あられちゃんをって、ここでね、警察と揉めてるわけじゃないですよ。T シャツを買ったんですよ、ここで。あの1300円であの、七夕祭りの T シャツがあったんで、それを買うでしょ、普通。で、いかがだろう大量あって。で、うん戻ってきたあケバブの箱でトルコアイスやっててね。で戻って ってきたところでかき氷いいなとか思いながらなんかあのただカメラも持ってるし手が塞がるの嫌だなと思ってマヨメロちゃんねと思ったらここね甘味どころがあって知らなかったここでかき氷を頼んだのこれでかいよ <laughs> ただね <laughs> シロップ少なくてほぼ氷食ってる状態前半部分でいや やっとシロップ出てきたと思ったらシロップはやっぱ少なくて <laughs> 最後冷たい小豆を食うだけっていうね <laughs> 文句を言ってるわけじゃないあのあの店主がまああのこの商店街すごいパワハラとモラハラとひどいとでも今年作りたくないっつってたけど、まあ、子供があのガオラのキャラクターが見たいっつって つっ,っ,ってましたよ、ね。ただ、商店街の悪口めちゃくちゃ言うてましたこれ、あげ、い言うて、あげといてって言われましたから、言ってますけど、えー、そんなん言いながら作ってるね。で、今後子が帰ってきて、おしまいいけるというね。あの、いつまでやってんの今日ぐらいまでやってんのかな。はい。ありがとうございました。